今回はエージェント A の累計を走ったので必要エナジー時間など解説していきます。イベント開始時479エナジー、累計回収後369エナジー、イベント報酬分79エナジー、つまり実質消費エナジーは31エナジー。またかかった時間は6時間くらいでした。長い、自分は中継を進めるのを目標に頑張っていたので、なんとか耐えられましたが、かなりきつかったです。最後に累計回数